今日もね、フェイスオフロックダイロック ICBM のキルコンファームドで遊んでみたいと思います。今回のデイリーチャレンジはこういう感じですね。で、渡辺前のクラスでクリグ 6K のクラスで暴れてみたいと思います。はい、頑張っていただきます。うまい。さっきショールームのキルコンファームドやったんですけど、44キルやってね、結構調子良くて面白かったですよ。調子良くて、あ、もうこれでも難しいですよ。こう結構ショールーム難しいけど、ここはなかなかの難しさですね。円形状になってるから、とにかくぶっ放せばこういいので、ここはきついですよ。結構危ない。絶対外側に回った方が絶対いいからね。ここ強いね、敵がね、結構やるね。すげえ、炎が強いんじゃない。ここガス前置いてる。激しいマップだから、ここここに逃げるっていうパターン、こういうパターンもあるんですよ。あれ、はしごも結構使えるんで、あれ。あとセンターもいいかもしれない、あれ。16キロ。そうだ。すごいよ、ここ。難しいぞ、ここ。建設使わないんで、今回は使いたいけど、すげえ、こっちによね。よしよし、トリプル、はい、うまい。なかなかのうまさだ、今のは。俺の爆弾攻撃よくも変わってくれた。レベル12に上がったな。死ね。すげえ、めっちゃ激しいじゃん。死ね。31キロやってるやつがいるな。すごいな。27。よく知らなかったよ、今な。30キロ。ここでどんだけキル数伸ばせるか。これリーサルで座ったな。よしよし、今回も悪くない。スティングショット使うの忘れるね、ここ。これだな。死ね。モロトフが強いな、なんだかんだ言って。この辺じゃない。40キロは無理か。セムテクスを起動。何キロいってるんか。34キロ。すげえ。
よしよし、張り付けした。あ、これすごいよな。よし、張り付け。よしよし、あ、剣使う暇ねえわ。38、40いった、40いった、やったぜ。よし、あぶ、負け、43キロいってる。よかったぜ。俺じゃね、また待ちようか。今回はフェイスオフ6対6の ICBM でキルパフォーマンスで遊んでみました。成績は43キル36です。プラス7。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。